ベイ・ボルトンは18世紀初頭に活躍したイギリスの競争馬、シュボバ。この時代の競争馬としては最も優れた一頭であり、シュボバとしても成功した。いわゆる三大子孫が成立する以前のサラブレッドのため、父系は現在に残っていないが、エクリプスの父母母婦、スナップの母母母、ボニーラスの父として現在に繋がっている。1705年にヨークシャーで生まれる。 父は、グレイ・オーボーイ母は、メイクレスメア。生産者であるマシューピア尊教の下で、5歳児に、ブラウンラスティという名でデビュー、後に、ボルトン公爵に売られ、ペイ・ボルトンと呼ばれるようになった。1710年に、ヨークで行われた、アンジョ王のゴールドカップで6歳馬を相手に勝ち、この後も、ほぼ無敗。ミドルハムムーアのグレートサブスクリプションパース、ドラゴンとのマッチレースなどに勝った。 タネボバとしては、第二代ボルトン公爵チャールズ・ポーレットの下で、強要された。1724系1726兆1727億1729万1732から1734年の間に7回、チャンピオンサイヤーになったという構成の集計もある。主な産区としては、ボルトン・スターリング・ルービー、フェアノートあたりであろう。ありがとうございます。